3発のヒットしか出なかったというそんなファイターズです。さあそれではですね、今日のゲームハイライトで振り返っていきましょう。ファイターズ先発はメンドーサ。そのメンドーサが初回から少しピリッとしません、自らのエラーも絡んで梶谷ロペスには連続ヒットを浴びて、そして下園にもレフトへの犠牲フライ、2点を初回から失います。さらに3回の表も DeNA ワンアウト2、3塁から下園が2打席連続の打点を挙げて、これで3対0となります。ベイスターズ先発は山口。その山口は1巡目までは良かったんですがね、この力勝負を挑んだ中田にセンター前ヒットを許してから少しリズムが崩れてしまいました。その後サードのエラーなどもあって、ハーミッタには2点タイムリー、3ベースを浴びてしまいます。これで1点差とされます。さらにランナーサードに置いて飯山がタイムリーヒット、途中出場の飯山が一発回答です。これで3対3の同点となりました。そこからはなかなか両軍ともに決め手を欠きます。メンドーサは6回を投げ切りまして、このプレーありましたけれども、黒羽は内野安打、渡辺のショートの守備に関しては金村さん、今日はどんな印象でした？いや、もう全然悪くないですよ。最後はメンドーサしっかり山崎をファーストゴロに打ち取りまして、今日は6イニング3失点というクオリティ内容でした。6回の裏、岡のセンターフライを見事、桑原がフェンス際激突しながらのファインプレー。そして7回の裏、ファイターズ2アウト1塁2塁とチャンス作って田中健介に回ってきたんですが、ここは加賀の前にインコーススライダーバットが出てしまいました。空振りの三振に切られて、結果的にはその後もチャンスらしいチャンスはなかったというファイターズ。そしてベイスターズの方も7回以降は、ファイターズのピッチャーの前に3連続三者凡退ということでね、終盤ファイターズのピッチャーはしっかりと抑えました。